まさかと思うよ。俺言いたくない一言の一つ言います。そうですね、そう言ってもらえると私も心置きなくいけます。彼女はそう言って爽やかに笑うと、ありがとう。え、そう言って彼女はふわりと身を投げた。おーい、彼女の顔が小町の仕組みから消えうせる。ちょ嘘だろ、本当に飛び出す、そんなつもりじゃなかったんだ。いや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 、当たり前 だバカ野郎。家族の名前を聞いてみるっていうのもありじゃないかな。家族が悲しむよって言っても、まあ一応ルート的に考えると家族はいないんだけど、たらい回しにされてるから。でも家族の名前を聞けるんじゃないかな。僕の言葉に萌えは驚愕に目を開く。漆黒の瞳を震えていた。ソータにだけはそれを言われたくなかったです。ソータ、僕、もういや、僕は逃げるからね、走り出した。おーそうだよね、そうだよな。家族が悲しむようは違うもんなーと分かってたよ。早かったなー。生きているだけで自殺しているようなものだと思いませんか。生きているだけで自殺しているようなものだと思いませんか。待ってるとね、こんな選択肢が出ましたね。さっきの選択肢に。彼女は遠くを見つめながらつぶやく。私は子供の頃に一度死んでいるも同然なんです。子供の頃、父親に虐待する。うわ、嫌だな。子供の頃はそれが虐待だとも気がついていませんでした。そう、子供の頃は分かんないよな。で、今になって分かるんだよ。俺もあるもん、あざとかさ、あるけどさ、そういうこと、それで、あ、こういうことなんだって今になって分かるよね。今じゃなくても分かってるから、どこないに分かる。毒親ってか、毒親とかそういうやつだよね。少しだけ苦笑するが、すぐに無表情な顔に戻る。私が父親に殴られるのは、蹴られるのは、暴言を吐かれるのは、私が悪い子だからと信じていました。いや、違うんだよ、多分ストレスとかなんだよ。それはもうストレスが悪いわ、現代社会が悪いわ。証拠に父親に暴力を振るわれている間、母はただ悲しそうに私を見ているだけでした。母はまだたらい回しにされてない頃だね。じゃあこれはまだたらい回しにされてない時代の話だね。こうやってヒントを集めていくんだろうな、多分このゲーム。ゲームオーバー一体いくつあんねんって話だけどな。ちょっと。父親が疲れて眠った後に、母は私を抱きしめながらいつも謝っていました。何もできない自分がごめんねってことかな。出来の悪い子に産んでしまってごめんなさい。そっち？うまくできないような子供に育ててしまってごめんなさい。そんなこと普通言う？見守っているだけでごめんなさいみたいなさ、そっちじゃないの？なんで出来の悪い子に産んでしまってごめんなさいって、お前どういうことやねん、その母親もよ。母親にもそう言われていたので、悪いのは全部私だと思っていました。いや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 。だから、本当に驚いたんです。そうだに、最寄りは何も悪くないよって言われた時は、最寄り、僕は彼女の名前を呼びかける。彼女は穏やかに笑う。触れれば壊れてしまいそうな砂上の微笑。手を伸ばせば、儚く散ってしまうことが可能に、手を伸ばさずにはいられない。今おかしなことを言われた気がする。でもそんなことはどうでもよくなる。ああ、そうだ。僕はこの笑顔を守らなくてはならない。最初は信じられなかった。でも、ソータは何度も何度も私は悪くないと言ってくれた。そうだね。ループしてる、なんかある意味ループしてるからね、これは。まあ、某無人島のゲームとかもそうだけど、ヒントをどんどん集めていって、正解の選択肢にたどり着くっていうのが多分このゲームの根本なんだろうね。ゲームっていう、なんか、めたい発言しちゃったけど今。私は両親に責められ続けていたから、
何もできない子だと思い込んでいた。それを否定してくれたのもソータだった。私のすべてを肯定してくれた。すべてを許してくれた。うん、すべて許すよ。そういう、すべて許すよってなんか軽い言い方だけどさ、誰が許さなくてもソータだけは許してくれると信じさせてくれた。うん、だってソータだけが父親から私をかばってくれた、守ってくれたから。え？兄弟やったの？ソータに言われて初めて自分が置かれている状況が異常だって気がつけた。え？じゃあソータは、え、どういうこと？どうなってんの？かばってくれたってさ、どういう、いつどの状況でかばったんだ？気がつけてしまった。気がつかなければまだ耐えられたかもしれないのに、こんな辛い思いをしているのは私だけじゃないって思えているうちはよかった。これが普通なんだと思えたから。いや、普通じゃないよ。虐待は普通じゃないよ。今でこそ、ね、虐待は特によく、ね、悪いことだとなってるけど、もう自分が幼い頃の虐待とか暴力って、隠蔽できたからね。隠蔽できるからね。知ってしまった。私の家庭は異常なんだと、他のみんなの家はもっと幸せで温かなんだと知ってしまった。ソータの家に夕食を何度かお呼ばれしたことがあったよね。覚えてるかな？あの時、私泣いちゃったよね。同級生だったのね、そういや。可愛い妹と、一緒に楽しく暮らせる、笑顔で話しかけてくれるお母さん、嬉しそうに私に話しかけてくれたようちゃん、こんな幸せな空間が家庭なんだと知ってしまった。同級生だったんだもんね。私は羨ましくて泣いたんだよ。どうして私の家はこうじゃないんだろうって。落差を感じちゃったわけか。だから帰りたくないってなっちゃうよね。私の家はあんなに辛いことばかりあるんだろうって。人ってね、みんなで我慢することはできる、でも自分だけが我慢するっていうのには耐えられないんだよ。そうだね、仕事もそうか。仕事でも自分だけの理不尽には耐えられないけど、同調圧力とかはね、我慢することはできるよね。同調圧力的なもんあるからな。でも勘違いしないでほしいんだ。ソータのことを恨んだりなんてしてないよ。ソータはずっと私の味方でいてくれたし、いつだって一生懸命だった。私もなんとか自分の状況を変えようと必死になれたのはソータのおかげだったから。まあ私がどれだけ父親の暴力を訴えても、なんで？あ、そうか、まあそうか。もう俺もそうだわ。毒親とかさ、いるじゃん。そういうのってさ、周りには信じてもらえないんだよね。だから、ソータの家にかくまってもらえばよかったのにね。父親は本当に外面は良かった。ああ。社会的地位が高かったのも、うわ、嫌だな、そういうの。かもしれない。外面はいいから、で、その時の外面の暴力とかを全部そっちに模様に向けるわけだ。うわ、嫌だわ、そういう父親。ソータのお母さんだって、半信半疑だったもんね。私は子供だった。だから、信じてもらうことができなかった。そう、子供の言うことって信じてもらえないんだよね、なんか。誇張表現みたいに聞こえるからって。私は無知だった。だから暴力を振るわれていると言いふらしたら、父がどういう行動を取るかを想像できなかった。ソータは覚えてるかな、あのクリスマスイブの日。え？私たちは父親に
誘拐監禁されたんだ。タチ二人で記憶がフラッシュバックする。暗い部屋でうずくまる少女、その表情は暗く、すべてを諦めてるかのように沈んでいる。顔や体のあちこちに殴られてできたあざが見える。痛みがあるはずだ、恐怖があるはずだ。でも少女の瞳には怯えも恐怖もない。ただ静観があるだけだ。二人が解禁されたの？そうだ。彼女の声で意識が現実に引き戻される。なんだこの記憶は、こんな記憶僕は知らない。でもそれは確かに現実だという実感がある。過去に僕はあの光景を見たことがある。思い出したかな。どうして僕は彼女の名前を知っている？今初めて会ったはずなのに。そうだね、ストーリー上は初めて会ってんだよ。でも何回も転生してるんだよ。ある意味な、ある意味転生してるからな。彼女もどうして僕の名前を知ってるんだ？僕は君のことを知っている？そうだよ、ソータは私のことを昔から知ってる。同級生だったってこと以外にも、もっと前からつながりがあったんだ。記憶は流れ込んでくる。そうだ、彼女のことを思い出を初めて見たのは実家近くの公園だった。ブランコにつまらなそうな表情で座っていた。ブランコに乗りかかったかと僕は萌えに声をかけた。別にブランコに乗りかかったかわけではないしく、すぐにブランコを譲ってくれた。萌えはすぐそばの柵に腰掛けて、僕はブランコに乗ってんのを呆然と眺めていた。女の子に 見られていると意識した僕は格好をつけて勢いよくブランコを漕いだ。でも萌えは僕のことを見ながらも興味なさそうに焦点が合っていなかった。それが気に入らなくてブランコは飛び降りたりしてみたが、全く反応は変わらなかった。あまりにも反応がないので僕は萌えに話しかけてみた。彼女は話しかければ返事はしてくれるものの、心にあえずという感じでほとんど表情を変えなかった。この頃から暗かったんだね。まあ父親に暴力されたら当然だわ、そりゃ。そのおすまし顔を崩してやろうと僕は目の前で手をつかみ変顔をした。やはり彼女は口元一つ動かなかった。僕はただ変な顔をしただけだった。それから何度か彼女を笑わせようといろいろ話をした。学校のことや友達のこと、家族のこと。でも結局彼女を笑うことはなかった。日が暮れて夕焼けが公園を赤く染めた頃、スーツを着た大人の男の人が彼女を迎えて手を引かれて家に帰っていった。明日も僕はここに来るから、なぜか僕はそう叫んでいた。彼女は一瞬振り返った後、何も言わずに帰っていった。次の日、僕は多分もう一度会うことはないだろうと思っていたけど、公園に行った。しばらくブランコ前で座っていると、ひょこりと萌えりが公園に顔を出した。彼女は僕の横まで来ると並んで座る。来てくれたんだ。あなたが今日も来るって言ってたから。そんな幼い頃からもう、知ってたんだ。萌えりは無表情のままつぶやく。僕は来てくれたことが嬉しくて、また萌えりにいろいろな話をした。彼女は黙って聞き、たまに相槌を打ってくれるだけだったが、僕は楽しかった。彼女は相変わらず、ずっと無表情だったけど、それでも毎日、僕に会いに公園に来てくれた。僕は、一度でいいから、彼女の笑顔が見たいと、いつの間にか思うようになっていた。そんな僕と彼女の日々が過ぎていった。ある日、公園でいつもより僕が萌えと話をしていると、突然萌えが顔を上げた。
犬だ。視線の先を見ると、公園の入り口に野良犬が入ってくるところだった。野良犬とは言っても、大型犬で小学生だった僕たちは恐ろしい動物だった。昔、子供にろくな目に遭わされたらしく、子供を見つけると襲いかかるが注意しなさいと学校の先生が言っていたのを思い出した。野良犬は僕たちを見つけると、うなり声で匂いつけてくる。僕はとっさに逃げようと立ち上がる。でも、森は呆然と野良犬を見ているだけだった。逃げよう。僕は、森によって手を取るが、森は不思議そうに首をかしげるだけだった。危険性が分かってないんだ。どうして？どうしてって危ないからだよ。あいつは人を噛むんだ。僕は森に言って聞かせるが、本気で分からないという意味で首をかしげるだけだ。野良犬は僕たちを完全に敵に認定してるらしく、今にも飛びかかってきそうだった。逃げるのを諦めて、ランドセルを背中から下ろして、体の前に持ってくる。燃えるを守らなきゃと思った。おお、犬！野良犬は、勢いよく僕たちに飛びかかってきた。そこから無我夢中でよく覚えていない。むちゃくちゃにランドセルを振り回して野良犬を遠ざけようとしていたけど、野良犬も頭がいいのがうまく当たらないように受けていた。野良犬が、タイミングを見計らって僕に飛びかかってくる。大きい口を開いて、刃のように尖った歯が見える。とっさに、野良犬の前にランドセルを振ります。ランドセルは犬には当たる空を切ったけど、勢いを振り回しすぎたのか、ランドセルの蓋が開いて中に入っていた教科書や文房具が飛び散った。野良犬はそれに怯えて、きびすをかいて公園を走って逃げていく。僕たちは命をついたまま、座り込んだまま公園を見つめていた。あ！犬がいなくなった安心感と、さっきまで忘れていた恐怖心が襲ってきて、動けなくなっていた。すると、モイルが地面に散らばった教科書と文房具を拾って、ランドセルに戻してくれる。ランドセルを僕の前に置いた後、またいつもの場所に座り直すと戸惑うように言った。ありがとう。それは、戸惑いの感情が強かったけれど、確かに最寄りは薄く笑ったんだ。僕は、その笑顔を見て、やっぱり最寄りは笑った方が可愛いと思った。ああ！成長してる！それから、最寄りとの距離感は近くなった気がした。相変わらず、毎日公園で話すだけだったけど、最寄りが小さく笑ってくれることが大きくなった。妹のメイと最寄りが仲良くなったのもこの頃だ。僕の家は父親が病気で早くに亡くなっていたので、母が仕事で帰りが遅くなるときは、用の面倒を見るのが僕の役割だった。父親が病気で早くに亡くなってるんだね。へえ。用は僕の後ろについてきて公園で最寄りと出会った。萌えにも陽もあまり口数が多い方ではなかったけれど、妙に気があったのか、一緒にいるだけで楽しそうだった。それからもう、あ、で、それからここでか、夕食を一緒に食べるようになったのか。それから何度か萌えりは僕の家にやってきては、夕食を一緒に食べるようになった。萌えりの表情はほとんど変わらなかったけれど、それでも萌えりが嬉しそうにしているのが、表情が変わらなくてもわかる程度には僕もなってきていた。最寄りは、僕の家に夕食を食べに来た時も、公園で遊んでる時も、必ず父親が迎えに来た。あー、そうか、外面はいい人だもんな、この人。父親はいつもしっかりとした服を着て、物腰も柔らかい人だった。僕たちにも優しく声をかけてくれていた。だけど、いつも、最寄りと遊んでくれてありがとう。でも、でも違うんだよね。家では違うんだよね。うわぁ、これひどいわ。だって外面からすりゃさ、自分たちからすりゃさ、優しそうな人だなぁで終わるんだもんな。でも家帰ったら違うんだもんな。表現するんだもんな。そう言って頭を撫でてくれる。時折、母親も一緒に萌えりを迎えに来た。母親も綺麗な人で、
いつもニコニコと穏やかな人だった。要は萌えの両親にも懐いていて、萌えにお姉ちゃんはいいなと言っていた。まあ何もしてなければそうなるわな。僕も同じように萌えは優しい家族に囲まれて羨ましいと思ったことがある。母や妹のことは好きだったけれど、それでも物心つく前に父が死んでしまって、父親の知らない僕は父親という存在に憧れていた頃があったのだ。ただいつも最寄りは両親が迎えに来ると表情がわずかにこわばるんだけは気になっていた。やっぱ嫌だったんだ。そんなある日、公園で三人で遊んでいると、いつの間にか日が落ちかけて世界が赤く染まっていた。帰りたくないな、ソーダたちともっと一緒にいたい。自我持ってんじゃん、意志持ってんじゃん。小さく最寄りがつぶやいた。それはとても珍しいことだった。最寄りは自分の希望を言うことでということがない。実際最寄りが何かをしたいと言ったのを聞いたのは僕も初めてだった。だから僕は最寄りの願いを叶えたいと思った。今日だけもっと一緒にいよう。ダメだよ、お父さんが怒る。あの優しいお父親が怒るということは想像できなかった僕は胸を張って言った。少しだけなら大丈夫だよ。怒られるときは僕が一緒に怒られて謝るよ。僕が無理やり連れ出したって言うんだから大丈夫。最寄りは戸惑いを隠せない顔をしていたけど、最終的にはうなずいてくれた。最寄りの手を引いて公園の裏にある雑木林に移動する。この場所には小さな丘があり、人が隠れられる程度の穴が開いていて洞窟のようになっていた。僕たちが洞窟の中に身を潜めていると、公園に萌えの父親が姿を現した。しばらく萌えの姿を探すように周囲を見渡していたが、うろうろと公園内をさまよい始めた。萌えの姿が見えないことに気がつくと、名前を大きな声で呼び始めた。思わずと言った感じで外に出てくる行動する僕は萌えを押し止める。父親はしばらく萌えを探していたが、返事がないことが不思議だというように首をかしげるとスマホを取り出し、画面を見ながら公園を出て行った。僕は萌えとヨウの口を手で押さえたまま、しばらく時間が過ぎるのを待つ。10分ぐらい経った頃に公園の方に視線を移す。人影がないことを確認すると、二人の口から手を離した。もう行ったみたいだ。萌えの手を取って洞窟から外に出る。僕の家に行って一緒にご飯を食べよう。お母さんが今日はハンバーグって言ってたから。お母さんのハンバーグは絶品なんだ。僕がそう言って萌えの手を取った瞬間、こんなところにいたのか。突然すぐ後ろから声をかけられた。振り返ると萌えの父親が穏やかな笑顔で立っていた。父親こんなんだったのか。萌えの体がガタガタと震え始める。ごめんなさい。いいんだよ、ただ分かっているね。約束を破ったら罰を受ける。これは人として当たり前のことだよ。それに父さんのことであることないことを言ってはいけない。あー、ちょっと出てんなお前。ちょっと出てんじゃねえかよ、あることないことって。はい、ごめんなさい。無表情なままであったけど、明らかに萌えりは怯えていた。僕の服を掴んでいる手と声が震えていた。父親に日常的に叩かれている、そんな話を萌えりはポツリと言ったことがあった。僕もお母さんもこの父親が暴力を振るうことが想像できなくて戸惑った。でも今なら想像ができた。この笑顔を見た後なら。僕は萌えりをかばうように父親と萌えりの体を入れて頭を下げる。ごめんなさい、僕は無理を言って引き止めたんです。萌えちゃんは言いつけを守ろうとしてたんです。
僕は父親を見つめながら言うと、父親がその時初めて僕の存在に気がついたかのように見落としてきて目を細める。そうか、それは君たちにも罰を与えないといけないな。人間っていうのは反省することができる生き物だから、反省して初めて成長できるんだよ。父親は口元に笑顔を浮かべてそう言った。やめて。萌が今まで聞いたことないほどの大きな声を出して叫ぶ。その声を聞いた父親は無言で腕を振り上げる。僕はとっさに体が動いていた。そしてそこに記憶が途切れる。思い出してきたみたいだね。目の前には成長した萌が、あの頃と変わらない無表情で立っていた。思い出してきた萌り。君は僕の友達だった。そうだね、思い出してくれて嬉しい。でもどうしてこんな大事なことを忘れていたんだろう。忘れてはいけない記憶だった。そう思えるのに、確かに僕は萌のことを完全に忘れていた。仕方がないよ、あの記憶はソータにも辛い記憶だったんだよ。覚えていることが辛いくらいに。辛い記憶？そこまでは思い出せていないんだね。思い出せない方がいいのかもしれない。思い出したい。思い出さなきゃいけないんだ。本当に後悔しない？しない。最寄りのことを完全に思い出せないことの方が後悔するよ。僕の言葉に最寄りは困ったような表情をした後に口は開いた。私はあの日、父親との約束を破った。公園の近くの雑木林に隠れていたけれど、現実問題、あんなことで父親をごまかすことなんてできなかったんだ。だって父親は、うわGPS と盗聴器、だから携帯を見てたって、そういうことか。私のことを監視していたんだから。携帯を取り出したってそういうことか。 GPS と盗聴器なんて取り付けてんの？おいおいおい、勘弁してくれよ。ずっと前から父親は私をどうやって苦しめるのかばかりを考えている人だった。だからあの日、お仕置きという名目で私たちを誘拐監禁した。誘拐監禁したのがそこに繋がるんだね。もう私は自分自身の痛みに対してはほとんど感覚が麻痺していたから、反応が薄くなっていたのが気に入らなかったんだろうね。だから私を別の方法で苦しめることにしたんだ。自分自身を大切に思えなくなっているのなら、別に大切なものを作らせればいい。そうして出たのがそうだ、君だったんだ。で、ソータも一緒に監禁して暴力したってことかい？私は父親の思惑通りにソータと仲良くなって、ソータを大切な友達だと思っていた。だからソータが監禁されて私のために殴られているのを見るのは、やっぱりか、殴られているよりも苦しかった。殴られる人が増えちゃって、自分も殴られるようになったんだ。父親は私を縛りつけてソータと同じ部屋に監禁した。部屋の鍵は閉められていて、私は柱に固定されていたけれど、ソータは自由にされていた。ろくに食べ物も水分も与えられない状態で数日が過ぎた。え？父親は日に3回部屋にやってくると私を殴りつけた。それだったらさ、ソータの方のさ、家族はなんか言うんじゃない？もう、ソータのとかのさ、あの両親がさ、もう不審に思わない？そこまで言うんだったら。それに怒ったソータは、父親を止めようと飛びかかったけれど、小学生と大人では勝負にならなかったんだ。まあそうだろうけどさ。私は何度も殴りつけられ、それをかばうようにソータが立ちはだかると、今度はソータが殴られた。ソータが
床に倒れて動けなくなるまで、それが続いた。私は何度もやめてほしいと泣き叫んだ。その叫び声を聞くと、父親は満足そうに笑っていたよ。やだなぁ、毒親だわ。毒親の極みだわ。監禁までは俺されたことねえもん。それは、想像以上に壮絶な過去だった。そして、記憶は再び流れ込んでくる。もう、やめて。そうだわ。逃げて。私のことなんで、かばわなくていいんだよ。萌衣は涙を浮かべながら必死に訴えてくる。体中に痛みがあって吐きそうな気分だった。あまりの痛みに立ち上がることも動くこともできない。ただ、それでも笑ってみせる。やめないよ。萌衣は、僕は守らなきゃ。どうして、どうしてそんなことをしてくれるの？頼んでないのに。そういえばそうだね。萌衣に言われて首をかしげようとしてまた痛みが走る。でも、僕がやりたいと思ったんだ。萌衣は笑っててほしい。僕はきっと、わがままなんだね。そう言って笑おうとして、顔がちゃんと動かないことに気がついた。そんな様子を僕を見て、また萌衣が泣きそうな表情を浮かべる。おかしいな。そんな顔をさせたいわけじゃないのに。朝が来て、昼が来て、夜が来る。父親が僕を殴りに来る回数で日数を数えるようになっていた。え？それさ、もう監禁だからさ、なんでソータの両親は何も言わないの？あ、外面はいいから単純にこっちで預かってますみたいなこと言ってさ、口止めしてんのか。部屋は暗く、窓はショッターが押されていて、外の様子は全く見えない。萌衣は毎日泣いていた。もう私をかばうのやめてほしいと懇願された。それでも、僕は首を横に振る。萌衣が殴られることを許すことなんてできなかったから。なんとか部屋から脱出できなきゃと、扉に体当たりをしたり、窓を割ろうとしてみたけど、どれもとろーだった。監禁されてから、どれくらいの時間が経っただろう。萌衣は、うつろな目でしゃがみ込み、小さく何かをつぶやき続けていた。僕は声をかけても反応がない。萌衣の精神は限界だった。どうにかして逃げ出さねばならないと強く思っていた。あの男は僕のことを子供だと舐めている。その油断に突き入れれば、この部屋から逃げ出すことはできるかもしれない。でもそれでは意味がない。僕だけが逃げられてもダメなのだ。やはり、最善の手段はあの父親をどうにかするしかない。ただ、この部屋には武器になりそうなものどころか、物一つ置かれていなかった。あー、なるほどね。ある日、父親がいつものように僕を殴りつけたと言った。最寄りを一発殴ったら、私は君を殴るのを一発減らそう。こいつはバカなのかと思った。そんなことをするはずがない。僕が拒否すると、父親はいつもより強い力を僕を殴りつけ、蹴りつけた。それから父親は部屋に来るたびに、萌衣に暴力を振るえと言ってくる。それを僕が拒絶するために父親の暴力は激しくなっていった。何日も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 、それが繰り返された。ある日、僕はついに床から立ち上がると萌衣の前に立つ。久しぶりに萌衣の目の焦点が合い僕を見上げる。僕が腕を振り上げると、萌衣は目を見開いて驚いた後、すべてを諦めた表情を浮かべた。わずかに笑いながら安心したように。でも、あ、油断したところをね、僕は厳しさを返すと思い切り父親に殴りかかった。一瞬、驚いた顔をしたが、父親は僕の腕を掴むと、体ごと宙に突き上げる。驚くほど僕の体に力が入らなくなっていた。反撃失敗か。悪いことをする子供には、お仕置きが必要だな。
父親が笑いながら僕を殴り、地面に叩きつける。その日は、意識を失われ、殴り蹴り続けられた。次の日、父親は昨日と同じことをした。模様に投げつけて僕を殴るのやめるという。僕は拒否した。殴られた。次の日、同じことを言われた。拒否した。蹴りつけられた。また次の日、同じことを言われる。僕は拒否する。指を折られた。絶叫する。萌音が耳を塞いだ。次の日同じことを言う。拒否する。髪の毛を捕まえたまま壁に投げつけられた。萌音は目を閉じた。その次の日、父親はいつもと違うことを言った。本当に強情だな。君が最寄りを殴らないなら、君が殴らなかった分だけ、あの子を殴りつけなくちゃいけない。ああ、悲しいよ。君のせいであんな小さな子を殴らなくちゃいけないなんて。自分で殴ってんじゃねえかよ。何を言うてんの、この父親も。君のせいじゃないよ、お前のせいだろ。父親は言葉とは裏腹に本当に楽しそうにそうつぶやいた。笑いながら厳しさを返して部屋を出ていく。僕の中で何かが壊れるような音がした。あいつは人間じゃない、悪魔だ。悪魔に対抗するには僕も人間ではダメだ。獣のようにならなければ。心の中で猛獣のように叫ぶ。人間を捨てろ。僕は獣になってあの男を倒さなければならない。心に決める。決めると同時に行動を起こす。その時、僕のそばを風が横切った。獣が父親に飛びかかる。まるで暴風吹き荒れる嵐の勢いで獣は父親に全力でぶつかう。完全に予想外だったのだろう。父親はなすすべもなく階段を落ちていく。監禁された部屋は2階で、階段すぐそばだと僕はその時初めて知った。階室下を見下ろすと、父親は両手両足を開いて倒れていた。ぐちゃりと肉が裂けるような嫌な音が聞こえてくる。僕はとっさに階段を駆け下りる。床に落ちていた包丁を手に取って、倒れている父親の背中に包丁を振り下ろす。何度も何度も何度も血が噴き出し、床に赤い血だまりを作っていく。あまりにもあっさりとした幕切れだった。あれだけ僕たちを苦しめた悪魔はいとも簡単に命を失った。記憶の本流から意識は現実に戻ってくる。目の前には相変わらず無表情な最寄りがこちらをじっと見つめていた。僕が殺したのか。自分の両手を見下ろしながらつぶやく。もちろんそこには血なんてついていない。ただ人を刺殺した感覚はリアルに残っていた。いや、思い出したというべきなのだろうか。勘違いや記憶違いと否定はできなかった。それほどあの記憶の感覚は鮮明でリアルだった。そうとも言えるし、違うとも言えるかな。そうか、萌音の父親を殺したのは自分なんだ、ソータなんだ。とにかくあの日父は死んだ。解放されたの。私たちを見つけたのは父を迎えに来ていた父の部下だったみたい。父の部下ね。いつまで経っても家から出てこない父を不思議に思って家の中に探しに来たみたい。家の中に入って、血だまりに沈んでいる父と、そのそばに血まみれで佇んでいる私たちを見つけた。すぐに警察と救急車を呼んでくれて、保護されたんだ。私たちは保護されたの。よかったね。でもそれはそれで。はぁ、どうしたの？父親は死んだとしても、森のお母さんもあの家にはいたはずだよね。奥の部屋で。包丁で切って死んでいたよ。自殺していたみたい。自殺なんだ。どうしてそんなことを。父の暴力は私たちにだけ向けられていたわけじゃなかったんだ。もうチッチ全部悪いやつじゃん。もうチッチ全部悪いやつじゃねえか、それ。
森がいつでも父親の呼び方を変えている。無意識なのか、それとも意識しているのか。生きている父親と呼んでいる。死んだ時は父と言っている。生きている方の距離が遠い。まるで物を呼ぶのに言ってたのに対して死んだ後の方が親しげだ。それはまるで生きてさえいなければまだ許せるというように。そりゃそうだろう。母にも暴力を振るっていたみたいなんだよね。警察が私の家を調べたら母の日記が見つかったらしいの。その日記には父が行っていた母への暴力の詳細と父への恨みが延々と書き綴られていたみたい。そうか、母親も母親も苦しんどったんか。いつか必ず殺してやるとページを埋め尽くすほど書かれていたんだって。私は見せてもらったわけじゃないから、後から聞いた話だけどね。私たちは警察に保護された後全てを素直に話したと思う。正直に言うとこの時の記憶は私も曖昧なんだ。ショックが大きくてほとんど覚えてない。ただ警察で事情聴取を受け持ってくれた父兄さんに泣きながら叫ぶように全部話したことだけは覚えている。ただあの日何があったかはわからないと言ったの。部屋の中に閉じ込められていて外からものすごい音がしたと思ったらいきなり静かになった。恐る恐る1階に降りて行ったら父が血まみれで倒れていたって嘘をついた。なるほどね。あくまでソータがやったって言わないんだ。まあそりゃそうだわなそりゃそうだわなって思っちゃうけどな。本当のことを言っちゃいけないと、私は思ったの。それだけははっきりと覚えている。結局警察は母の遺体に残っていた大量のあざと、なるほどね、母が父を殺して自分は自殺したと結論付けた。こっちに疑いを向くことはなかったんだ。さすがに子供に殺されたとは考えられなかったみたい。包丁も血まみれで指紋も何も残ってなかったし、あの包丁は私の家にあったものだから誰の指紋がついていてもおかしくなかったしね。なるほどね。父が死んだ事件は当時地元では騒然としたみたい。父は市議会議員だったし地元では昔から続く地主の家系で有名な人だったから。そう、外面はいい人って言ってたもんね。ただニュースにはならなかった。小さく地方紙に取り上げられただけだった。父の親戚が火消し回りに火消し回り親戚にたらい回しされとったもんな。で火消ししとったんが。私たちは保護された後それぞれが個別でカウンセリングを受けることになった。ぼんやりと病院に通っていたような記憶を思い出す。確かに小学生の頃母に連れられて病院に何度も通っていた。それに傷もあるでしょう。暴力も傷もあっただろうしね。結局ソータのお母さんはソータたちを連れて引っ越すことを選んだ。引っ越しちゃったんだ。最寄りちゃんが悪いわけじゃない。でもこの土地に住んでいると事件のことを二人が思い出しちゃうからって、そう言って申し訳なさそうに私に謝ってきた。離別を選んだんだ。私は離別する必要なかったのに。仕方のないことだなと諦めていた。もともと巻き込んでしまったのは私の方なのだから。離別を選ぶ必要なんてなかったのに。むしろ巻き込んでごめんなさい。そう謝ったら私をぎゅっと抱きしめてくれた。すごく温かかった。かあ、これがお母さんっていうものなのかもしれないって、その時初めて思ったよ。ただ、心残りは、あの事件の日から、ソータには一度も会えなかったことだった。今日、ここで再会したのは、あの事件の日以来なんだよ。そうなるね。彼女は少しだけ微笑んで言った。その笑顔に心が引きつけられる。視線が外せなくなる。
私は親戚をたらい回しにされて、あ、最終的にろくでなしのおじに引き取られることになった。そうだね、ろくでなしのおじか。地獄の日々だったよ。で、体売られたんだよね、確か。そんな日々の中でも私が今日まで生きていられたのは、そうだがいてくれたから。君は私の心の中にずっといてくれた。君は私にとってヒーローだったんだよ。本当のヒーローだ。あの地獄から私を助けてくれた。一人よがりのヒーローじゃなくって本当のヒーローだったんだ。君のことを考えれば生きていくことができた。君が助けてくれたこの命を簡単に捨ててしまうわけにはいかないから。君のことを思うだけで心が温かくなれた。君の声が、君の笑顔が、君の優しさが私の生きる理由だった。君にもう一度だけでも会うことだけが生きる目的だった。だから君は私のヒーローなんだよ。昔も今も。彼女は艶のある声で僕をまっすぐに見ながら囁く。まるでそれが愛であるかのように。僕は。どっちだろう。そうだったのかもしれない。違う、僕はヒーローなんかじゃない。まあ獣としてさ、父を殺したのは間違いなく自分ではあるからね。ヒーローなんかじゃない。そうだね、そうだったかもしれない。でもヒーローなんかじゃないよね。でも人間として当然のことをしたっていう意味ではそうかもしれない。僕はヒーローなんかじゃない。私にとってはヒーローだよ。違う、僕はただの人殺しだ。両手を見下ろす。そこには真っ赤に染まった血が見えた気がした。ぬるいと粘ついた液体が体にまとえつく感覚が襲う。僕はただあの場所から逃げ出すために人を殺した。しかも罪にも問われず、挙句の果てには自分が人を殺したことすら忘れてのうのうと生きていた。いいと思うよ。それでも私を救ってくれたことに違いはないんだから。人を殺してでも私を助けたいと思ってくれたんでしょう。それに心配しなくてもいいよ。父は、あんな男は人間とも呼べないような生き物だから、君が気にする必要はないんだよ。まっすぐな瞳で、まるで自分の言ってることを何一つ間違っていないという純粋な言葉で最寄りは言う。光の一筋で映らないその瞳は、まるで深淵のように深く暗い。そのまま僕という人間を吸い込んでしまいそうだった。え？心臓が激しく動悸する。この子は正常じゃない。最寄りは、こんなにひどい体験をしているのに、あまりに感情が平坦すぎる。異常の中で平常を保っていることが異常なのだ。感情がないわけじゃない、揺れ動かないわけじゃない。ただ壊れている。感情の振れ幅が偏りすぎている。ダメだ、これ以上この子と話をすると僕は壊れてしまう。そう思った瞬間、僕は厳しさを返して走り出していた。屋上を飛び出し階段を駆け下りる。後ろを振り返ることはしなかった。きっと追いかけては来ないだろうと分かっていた。それでも足を止めずに走り続ける。一歩でも遠くに、少しでも彼女から離れられるように。自分が拒絶しちゃったルート？自分がもよりちゃんを拒絶したルートってこと？ビルから飛び出して街中を走り続ける。帰ろう。もう、家に。あれ？帰る？そうだ。帰らなくちゃ。どこに？家？家ってどこだっけ？あれ？僕は何をしてたんだっけ？立ち止まる。ここ、どこだっけ？
どうして僕は、え？私はここにいるんだっけ？思い出せない。思い出してはいけない。雨だ。雨が降っている。耳がザーザーとうるさい。あれ？なんだっけ？私は、何を、私は、誰だっけ？肯定してみます。僕は人を殺してでも君を助けたかったんだ。そうだよ。言葉にして実感が湧いてくる。そうだ、僕は萌えを助けたかった。どうしても助けてあげたかった。君は本当に私を助けてくれたんだよ。だって君がいるから、心の中で君が笑いかけてくれるから。それに今だって助けに来てくれた。そうだね、そうだよ。元を返せば 今だってこうやって助けに来たわけだからね。今萌えの言葉に首を傾ける。僕は何もしてないよ。そんなことないよ。私はここから見てたから知ってるよ。たまたま見下ろした部屋の中におじとソータが一緒にいるところを見つけた時は驚いた。おじ？おじとソータが一緒にいるところを たまたま見下ろす。近いんだね。近いの？まさかソータがおじさんを殺してくれるなんて思ってなかったから驚いたよ。え？でも君は私を助けに来てくれたんだよね。記憶は戻っていなくても私のことを助けに来てくれたんだって思ったよ。やっぱり君は私のヒーローなんだって。おじを殺した？あれどういうこと？最寄りは笑い、嬉しそうに笑いながら言う。ああ、その顔は本当に嬉しそうで。僕はその顔、笑顔をじっと見つめていた。そして最寄りに告げる。やっぱり見ていたんだ。最寄りが笑顔のまま頭から血を流して倒れる。あの男を殺した部屋で視線を感じた気がしたので念のために見に来てよかった。まさか、こんな深夜の屋上に人がいるとは思わなかった。はあ。これで目的を達成したはずだ。あれ？どうして僕はあの男を殺さないといけないと思ったんだっけ？僕は何か、取り返しのつかないことを。こうして西条のよりは死んだ。いや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 、諦めないよ。諦めない、諦めない。なんすかこれ。そんな悲しいエンドある？じゃあ、今までの話なんだ？今までのさ、ちょっと待って、今までのさ、話何だったんだ？今までの長々とした過去の話は一体何だったんだ？パンじゃねえんだ、パンじゃなあ。